こんにちは、UMB エキゾチックアニマル爬虫類とグッズ担当のサトシです。今回はさっくり分かった気になる生物分類というお話をしていきたいと思います。ではまずは生物を分類することの意味なんですけど、人間がその他の生物を扱いやすくするために考え出されたもの、これが分類です。学名をつけることで、学名って全部ラテン語で付けられてるんですけど、それを共通させることによって科学者間の間でこの学名が出ればこの種類の生物だなっていうように、生物の名前を世界共通語にすること、これが目的です。で、そうすることによってさまざまな生物と生物の関係を、体系的に理解することができるというものです。昔はこの分類なんですけど、先ほど人間が他の生物を扱いやすいように作られたと言いましたけど、もっぱら人為的分類というのがメインでした。人為的分類というのは何かというと、例えば日本語でいうところの魚介類って言葉の中には、競技の魚類、タイとかヒラメとか普通の魚っていうもの以外にもエビとかカニみたいな、海産物、食べられる海産物が含まれていますね。これは、魚介類という言葉がいろいろな、食べられる海産の生物っていう意味を持っているからです。また他の例としては薬草というものがありますね。薬草っていうのは、人間に有用な植物という括りで、生物の種とは関係ないんだけど人間に有用かそうではないかっていう扱いで、分けられているものが人為的分類です。で、それが、分類学の父カール・フォン・リンネという方が、現れたことによって、人為分類から、自然分類という本、分類学の方向性が変わっていきます。カール・フォン・リンネさんは、生物を植物界と動物界、そうでないもので、別の、もう一つ鉱物界というのがあるんですけど、この二つに分類して、体系的に、生物種を分類したという一番最初の人になります。で、現在の学名の命名法である二名法を確立し、分類学の基礎の基礎を築き上げたということになります。で、ここまで言ってきて、そもそも種の定義って一体何なのかっていうお話なんですけど、種の定義っていろいろな、定義があるんですよ。今回は2つほどさっくりとご紹介させていただきます。一つは、自然条件下で交配して子孫を残すことはできない場合は別種とみなすという、生物学的な種の定義です。これは例えばですね、ライオンとチーターがありますね。ライオンとチーターは一応子供を出すことができます。レオポンって言われますね。ただレオポンは子供を残すことはできないです。なので、子孫を残すことはできない。なのでライオンとチーターは別種である。これが、生物学的な種の定義。次は交配は可能だけど生息している場所とか、行動からその可能性がなくて別の生態地位を持つときは別種とみなすという、こちらは、生態学的な種の定義です。例としては犬と狼ですね。犬と狼は交配することができます。ただ、行動パターンや繁殖サイクルが違うことで、実際には、交配することはないよと。だから、別の種類だよというふうに言うことができるというものです。ただですね、生物どちらの種の定義にも何らかの問題点があるということで、未だに種の定義についてはこれが確実に種の定義だっていうものは定まっていません。分類的にはそうですね、このあたり、この両方どっちもというよりか、どっちかというよりかどっちも使われているような感じがあるかなと思います。ツノガエルなんかは、自然条件下で交配しないけど、子孫を残すことはできたりするので、そうですね、この辺りはすごく難しく複雑な話になってしまいますね。それでは、現在の分類環境について見ていきたいと思います。分類階級はですね、こうなっています。左から種、属、科、目、項、門、階という、7段階に分けられていて、階の方が、広いですね。で、種の方に行くに従って狭くなっていくと。で、種になると、一つの、一種類の種になるということです。例えば、
僕の大好きな、カカポを見ていきます。カカポを見ると、これ逆になっちゃって見づらくて申し訳ないんですけど、まず動物界、脊索動物門、長江、オウム木、インコ科、フクロウオウム属、フクロウオウムというふうに、分類されています。まあ、こう見てみると広くなっていくっていうのが理解できると思います。動物界って言ったら動物全体。で、脊索動物って言ったら、これは、背骨が、まあ、背骨がって言うとちょっと語弊があるんですけど、まあ、ざっくり言うと背骨がある動物ってことになります。で、その中の鳥の中のオウム、オウムの中のさらにインコ、でインコの中のフクロウオウムの、特定のフクロウオウムということになります。これは、確か、まあいいや、フクロウオウムというふうになります。まあ、最近の研究だとですね、ちょっとまたいろいろ変わってきていて、この、貝の上の分類にドメインっていう、分類があります。これはですね、生物をさらに、細菌かそうでないかみたいなところで分けるぐらいなんですけど、何だったかな、古細菌だったかな、なんかピンクの挙動が毎回おかしいんですけど、古細菌っていうのがあってですね、汚くてごめんなさい、古細菌っていうのがあって、その古細菌っていうのが、まあ、すごい極限条件下で生きられる生き物なんですけど、まあ、人間とか真核生物ですね、真核生物とかとはどうも、進化の過程が、違うんじゃないかと。進化の過程というか、生物の分類が違うよというところで、より大きな、分類として、このドメインっていうのが今用いられていますが、そうですね、特にこの生き物の趣味で、やっている方々にはそんなにこれ関係ないですね。まさか古細菌だけ飼っている人とかいないですもんね。古細菌飼育するのはすごい難しいですからね。そういうのがなければドメインを知る必要は特にないですね。この、7項目、貝から、種までが分かれば、結構です。はい、ここまで、今日は、種、ざっくりと分かる気になる種ということでお話をさせていただきました。まあ、作っていくうちにだんだんとね、まとまりがなくなっちゃって非常に申し訳ないんですけど、少しでも分かった気になっていただけると幸いです。それでは、今回もご視聴いただきありがとうございました。